DSPDS。 ヘイアイスメルさんって今日だったね。皆様笑いますか？僕の動画見て笑いますか？多分ほとんどの人がね、多分笑わないと思うんですよ。それはなんでかね、今日わかりました。今日ですね、テレビ番組はね、いつも見てるんですが、おい、なんでこれ落とすんだよポップ。テレビ番組とかね、見るんですがね、笑い声ってめちゃくちゃ流れてますよね。もう気持ち悪いほど、もうちょっともう なんでも面白くなくても、なんか笑い声ハハハハとかもう流しててイライラしませんか？あれって、効果音とか AD がね、ガハハってね、無理に笑ってるんですよ。それで番組がね、面白く見えるんでね、どんなに強んないね、つまんない発言でも笑えるようになるんですよ。さんまさんとかもさ、すごいですよね。ってなんかもうね、頑張って笑ってるんですけど、あれと同じ原理なんですよ。僕の動画も笑い声を入れればね、面白くなるんですよ。いきますよ、見てください。スライスチーズね、面白くなりましたよね。今の効果音はファイナルカットで使える効果音なんで、みんなが使えるんですよ。それだとね、僕のプライドに反することになるんで、今日はね、笑い声をね、撮っていきたいと思います。いろんなね、笑い方があるので、ぜひね、参考にしてみてください。Hey guys, my name is Dante. 今日はポッキーということで、鼻にポッキーが何本入るかやってみたいと思います。買ってきました。今のポッキーは150円もするんですね。高い。では、開けてみましょう。僕はヨーロッパのブロッドが入ってるので鼻が大きいです。何本入るか楽しみ。1本2本3本あちなみに僕の鼻の中は綺麗なんで安心してください。5本あれで、いや何本だ今、何本、なんか頭荒れすぎでしょ。もう本数が分かんなくなったよ。よいしょ、8本目うわ、入れて、ちょっ、うん、おいしいね。ってことなんで、僕の最高は7本でした。ぜひ、みんなもやってみてね。イェイ。はい、ってことなんで、笑いを入れると面白くなりますよね。ちなみに、さっき笑ったやつは、僕の笑いではありません。僕の笑いは、素なんで、作り上げたら僕は笑えないんで、本当に笑う時を楽しみに見てください。 See you and go back to see you。 PDS 株式会社。